して何よりもフルネルソンスープレックスには十分に警戒しなければならない。先日のこの後楽園ホールのタッグマッチはこのオブライトの凄みばかりが強調された一戦でありました。結局あの一戦、川田がパワームーブやストレッチクラブといった大技を繰り出すことができませんでした。あのタッグマッチ、川田は今10分を経過、あの一戦川田大技を出せなかったのか、はたまた今宵のために温存してたのか。さあ腕を回した、腕を投げた、ジャーマンスープレックス、体が苦悩した、体が苦悩、あ、瞳孔が開いた、川田の瞳孔が開いた、場外転落、川田場外転落。馬場さん、今のジャーマン見ましたか？そうですね、ロスがカードマン何をつけんねんという気持ちで立ち上がったんですよね、やっぱり受け身の目には取れませんからね、体は肉体的には立ち上がることができないんですが、政治上学的なもの、正式面、フィジカルな面が川田を立ち上がりました。こういうところがね、オブライトがずっと上で待ってますよ、ここはまだやっぱ試合の下手なところですよね。そしてようやく何かを決意したかのように場外に出ました。場外で寝そべる川田をリングの中に戻しました。共に同い年、昭和38年生まれのウサギ年、ゲイリー・オブライト5月18日生まれ、川口明が12月8日生まれだ。カバーした、カウントは2です、カウントは2です。さあ全日マットでこれが初めてのシングルマッチ、いいところも悪いところも全てお見通しの今宵、進化が問われる一戦だ、ゲイリー・オブライト。さあフルネルソンだ、起き上がり、フルネルソン、フルネルソンスープレックスは万事休止か、万事休止か、リングの真ん中、ナイスポジション、締めるか、捉えるか、全日本の意地、投げました、グランドルも競いました。さあこれをなんとかヘッドシザース逃れようというところですが、グランドはこの男も負けておりません、ゲイリー・オブライト。ネブラスカ大学時代にはアマレスの全米選手権3回優勝、あのスティーブ・ウィリアムスとも対戦経験があります。そして川田にもアマレスの素養があります。81年滋賀国体で優勝。さあ今度は川田が腕を回した、バックドロップ、今度は川田がバックドロップ、画面が震えている、なんという試合だ、恐るべきオブライト、そして恐るべき川田千秋、ストレッチプラム、見せた見せた、オブライト、オブライトが初めて集まる、川田千秋のストレッチプラム、ストレッチプラム、すごい形相だ、鬼だ鬼だ、川田が鬼になった。この攻めが一番いいですね、川田には、ゲイリー・オブライト、今日の相手には投げ、馬場さん、オブライトが返しましたよ、ストレッチクラブを。まだね、実は川田がもっと攻めたい、どんどん攻めていってですね、さあ、今度はパワーボムか、ストレッチクラブの後はパワーボムか、うわ、軽々、軽々と上げました、ゲイリーだ、前日のゲイリー、殺人風車、エアーオブライトだ、ラリアット、放送禁止法用語を吐きながらのラリアット、さあ今度は、さあ人間風車が、明らかに一戦ごとに一戦ごとにこの前日マットに慣れ親しんでいるゲイリー・オブライト、10月の2日静岡大会から参戦したオブライト、今宵が16戦目でありますがシングルマッチが今宵が初めて、さあなんという適応能力でありましょうか、これまでのところゲイリー・オブライトがこの元三冠チャンピオンと互角、いやこれ以上の戦いをしておりますか。さあこれは逃れるのか、逃れることができるのか、どうなんだ、サードロープが遠い、サードロープが遠い、ベストポジション、ベストポジションだ、足を伸ばす、足を伸ばす、腕を取るオブライト、あと50センチ、あと10センチ、
油断の、ね、こうやっていい攻めをしてもロープに逃げられた、逃げられてもオブライトはその嫌がりもせずにですね、はい、ずっとそのレフリーの言うことを聞いて分かりますからね、非常にクリーンな選手ですよね、はい、クリーンファイター。しかしニックネームは殺人風車。さあフルネルソンだ、フルネルソンだ。お客さんは知っております。ただの息を飲み込みます。さあ仕上げていく大車輪キック、大車輪キック。君が引っこ抜くなら俺には足がある。そう、ちょうど3番線が拳を上げるのがこのゲイリー・オブライトにとっては腕をまっすぐしたと申し上げていいでしょう。腕を取り返した。一歩も引かない。腕引き立ててギブアップ、ギブアップ。変わらなかったゲイリー・オブライトがギブアップを取った。川田の主役が、しかも腕引き十字固めでギブアップを奪いました。元三冠チャンピオン、全日本プロレス川田の主役勝利。ロングタイム15分と36秒。最後は腕引き、割れんばかりの川田コール、割れんばかりの川田コール。自ら志願したこの一戦でゲイリー・オブライトから日の星をつかみました。やっぱ和さん、すごい試合でした。そうですね、ですから、まあ、オブライトもこういう技にはやっぱりまだ弱いところがあるなというのは僕今分かりましたね。試合展開としてはゲイリー・オブライト選手でありました。しかし全日本の意地、最後はこのゲイリー・オブライトが得意とするサブミッション技、腕引きで変わりました。今立ち上がりであります。これぞグリーンファイト、これが全日本プロレス。ゲイリー・オブライト、ビッグリー最強タックルは反戦と組んで日本ベストを暴れ回ります。どうぞこの男覚えておいてください。変な香り、日本武道館充満しました。ゲイリー・オブライトの見事なファイトでやりました。さすがまこれ最初の川田の主役がポーズ。普段あまり自己アピールをしない川田の主役が、おお、これは驚いたガッツポーズ。ママさん、やはり自分とその達成感があるんでしょうね。そうですね、そういう気持ちがやっぱりこうやってね、ファンの声援に応えるところでしょうね。ナイス、気持ちがいいと思います。ナイスファイト、好勝負でした。川田の主役であります。日本テレビの伝統プロレス中継パーティー、この放送は堂前日本武道館より全国のプロレスファンの方にお楽しみいただいております。さあ、腕を回した。腕を回した。
という気持ちで立ち上がったんですよね、はい、やっぱり国の自分には勝てませんからね、今度は川田が手を回した番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。